大川津稼働関付近の空中写真。信濃川の水流は画像下方より上方、右上方へ、それぞれ流れる。分岐部から右上方へ流れるのが信濃川の本流。分岐部から上方へ流れる川幅の広い方が大川津分水路である。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大川津河道席は新潟県燕市を流れる一級河川、大川津分水の席である。国土交通省が維持及び管理を行う国土交通省直轄ダムに指定されており、管理業務は同省北陸地方整備局、品野川河川事務所が行っている。2011年11月23日に供用を。 開始した現在の稼働席は、京馬町44.45メートルのロック景観から構成されており、全席町は293.1メートル、橋脚の幅4.0メートル、ゲートの形式はラジアルゲートである。席の上部には管理橋が併設されているが、通常時は関係者以外は許可なく立ち入りできない。教養を終了した旧席は、 京馬町18.0メートルの重景観から構成されており、全席町は180メートル、橋脚の幅は3.5メートル、ゲートの形式は引き上げ式ゲートを採用している。席の上部には管理橋が併設されていた。左岸側には稼働席と並列する形で固定席が併設されていた。急可動席直下流の右岸側は高水式がなく、洪水時には 不岸堤防に直接洪水が当たる水勝部となっており、水あたりが集中していた。また、おじや地点により、下流区間では流水能力が最も小さくなるなど、運用上の問題点があった。さらに共用開始から約80年を経過し、著しく老朽化が進んだため、特定構造物改築事業として、旧可動石から約400メートル下流において2003年から、 原河銅石の建設が始まり、2011年に完成、同年11月23日に通水式を行い、供用を開始した。原河銅石は旧河銅石と比較して、流水能力が最大で毎秒約600、立方メートル上昇した。大河津分水路にまたがる大河津火銅石と、品野川にまたがる荒井石が一体となって、品野川の流水量を調節している。 ありがとうございます。